板橋ダムは中国河南省に建設された大型ダムの一つ。1949年、1950年とは以下で連続して水害が起きた。1950年10月14日、中華人民共和国政務院は治水工事を決定。正式に1951年4月号、川西万灘ダムが着工し、同年7月に完成。 そして1952年6月何時川に板橋ダムが完成した。1975年8月に工術する様に台風と豪雨の影響から決壊。その後1986年から新ダムの建設が行われ、1993年に竣工している。1975年8月、台風3号の影響により、河南省中馬天使は、 連日暴雨の被害に遭い、板橋ダム、石万灘ダム2期の大規模ダム、竹溝ダム、電見影ダムの2期の中型ダム、58基の小型ダムが、数時間のうちに次々と決壊し、合計で約2万6千人から24万人が亡くなった。数万人が、洪水により直接溺死し堤防の決壊により、数万人が死傷、その後数十万人が、 食料問題や感染病により死亡したとされる。これは現在世界史上最大のダム決壊被害である。中央政府は国家機密としてこの事故の対外交付を禁止してきた。2005年に法律の改定により関連データが公にされた。ただ死傷者数や災害範囲は改ざんされたものだと認識されている。板橋ダム決壊事故に関するカテゴリー。 ありがとうございます。